9.11 大阪大会でブレイブゲート王者に返り咲いた SBK。まあその SBK の次の挑戦者は一体誰だということで、そちらの方やっていこうかなと思いますね。はい、まず早速、昨日の大阪大会でブレイブゲート王者決定戦 SBK 対奥田っていう一戦があって、まあそこでね、まあ1ヶ月に及ぶ、まあ構想の、まあ、決着をつけたわけなんですね。で、それ勝利したのは SBK で、まあ王者に返り咲いたんですけど、まあその試合終わりに、まあ大田区が近いっていうこともあるので、まあ挑戦者が現れてくるのかなと思ったらですね、なんと挑戦者は現れなかったんですね。なので、まあその挑戦者は一体誰だということですね。まあ個人的予想では、まあ候補としてはまあ3人ぐらいいるんじゃないかなと思いますね。まず1人目が UT。やっぱり、最近調子いいですし、まあ土井などね、まあタッグマッチながらトップ戦線にいる選手とすごいね、激戦を何度も繰り広げてきている UT なので、この辺あたりでね、もう一度ブレイブゲートに挑戦っていうのもね、全然ありなんじゃないかなと思いますね。そして二人目がドラゴンキッドですね。まあやっぱりね、その SBK のブレイブゲートのこれまでのタイトル戦を振り返るとですね、影虎と奥田、まあこの二人が行かれてるんですね。でまあハイエンドのドラゴンキッド、やっぱ最後の砦としてね、まあ満を持してのキッドがブレイブゲートに挑戦するんじゃないかなと思いますね。まあやっぱりね、キッドはブレイブゲートでものすごい成績を残しているので、まあ、また再びブレイブゲート戦線にね、戻ってくるっていうのも全然あり得るのかなと思いますね。過去に SBK と交渉していた時期もあるので、まあ、決着はついたにしろ再びブレイブゲート戦で当たるっていうのもね、全然あり得てくるのかなとも思いますね。3人目ですね。3人目は土井となっておりますね。まあ、土井自身、吉野が引退してから、全くと言っていいほど、動いてないんですよね。で、まあ次のブレイブゲートのタイトル戦、まあおそらく大田区大会で行われるんじゃないかなと思うので、やっぱ大田区にゆかりのある土井、ミスター大田区の土井がね、ついにタイトル戦へと動き出すんじゃないかなと思いますね。はい、なのでね、まあこのブレイブゲート次期挑戦者、まあ次はね、一体誰が来るのかっていうのはものすごい注目なのかなと思いますね。はい、ということで、まあ今回はこれで終わります。チャンネル登録よろしくお願いします。リクエストコメントとか、他にもこちらのブレイブゲート挑戦者に関するコメント何かあったらよろしくお願いします。ということで、今回はこれです。